みんなお疲れっぴー。ムッキーだよ。はい。それではね、今回またガチャをやって景品取っていこうと思います。それでは金額、ジャンル、種類、こちら1個ずつお題を取っていって、出たお題に当てはまる景品を取っていきます。では金額から2000円。では次、ジャンル、動物系。では最後、種類、ぬいぐるみ。2000円で動物系のぬいぐるみ探して取っていきます。では最初に挑戦していく景品はこちら、トイストーリーのぬいぐるみ。今回狙っていく景品はあれだね、緑色の子、ちょっと名前忘れちゃったけど、緑色の子、こちら狙って取っていきます。ちょっとね、ここの一番近い子狙ってみますね。これどうだろう、曲がるかな、このアーム。曲がった、予想外の方に回った。なるほどね。ちょっとこちらのアーム、左アームが奥にちょっと回るみたい。それをちょっとね、見てやっていこうかな。これで回るの考えれば、いい感じに入ってくれなかったね。もうちょっとだったね。うまい具合に隙間に入ってくれれば、いい感じで打ってくれると思う。では次、3回目。これでどうだ、入った、お、入った、来た。え、4回目。ちょっと頭狙ってみます。お、来た、もうちょいだね。この調子で転がしていけば取れるかな。5回目いきます。お、来た、じゃーん、トイストーリーのぬいぐるみ、恐竜ゲットしたので、次の景品をね、探して取っていきます。はい、じゃあ次挑戦していく景品はこちら、極上本マグロ。師匠が好きそうなやつではないか。見た感じすごい面白そうなので撮っていきます。ではあそこのね、黄色い一番下にあるキハダマグロってやつを狙ってみます。あ、間違えた間違えた、離しちゃった。そしたらちょっと奥側の狙ってみようかな。なんとか挽回したい。おっと、これ次に取れそうだけど、大きい方いきます。こういう風にしてこうかな。ちょっと狙い間違えたかな。おっと、クロマグロが取れそうな気配。このままクロマグロ狙っちゃおう。クロマグロ欲しいな。あ、もうちょっと右だったかな。ちょっと狙い失敗しちゃった。あ、でもいい感じ、振り出しに戻るというね。これでうまいこといけるんじゃないかな。なんかさ、これ結構アーム開くね。お、来た、来た。このままキハダ狙ってみようかな。ちょっと一回だけちょっとキハダマグロ触ってみます。奥の方触ってみよう、小さい方欲しいからね。小さい方も欲しい、あわよくば2個欲しい。もう一回だけ狙ってたやつ、ちょっとマスコットだそうなので、こちらの台はこれで終わりです。ゲットしたのはこちら、クロマグロ。ちょっと可愛いね、こうやってこうブンってね。こちらゲットしたので、あと10回別の景品探して取っていきます。次挑戦する景品はこちら、のんびり小鳥図鑑。可愛いぬいぐるみです。こちらをね、狙って取っていこうかなって思います。どうしようかな、黄色い子欲しい、インコ欲しい。ああ、マジか。もうちょっとだったね。オカメインコ？お、ちょっと狙います。届かない。全然届かないね。おおお。もう一回ギリギリやればいけるかな。タグ引っ掛けられそうじゃない。あー、難しいな、やっぱタグは難しいね。おや、なんかボタン1個取れそうじゃない。これこの隙間に入ればボタン1個取ったらさ、反動でオカメインコも取れそう。この隙間にちょっと入れる感じでやっていこう。ほら、このかすかな隙間にこうザクッと入れて。あー、もう
もうちょいでした。ちょっとヒラヒラでミヤミヤだったかな。え、嘘やめて。やーちょっともうね、取らなきゃ気が済まん。さあだんだんとね、今度は別のちょっとね、手前側を狙ってやろうか。別のやつをね、それでちょっと隙間開けようか。え、いい感じじゃない。おお、これはいけるんじゃない。こっちのオカメいけんじゃない。オカメインコが欲しいです。よし、入った。さあおおおおおおお、今回ゲットできませんでした。今回最初にゲットした景品はこちら。この子トイストーリーのレックスだ。レックスをまず最初にゲットしました。そして次クロマグロ、かわいいね。こちら今回はこの2つをゲットしました。かわいいね。それでは今回はね、ここまでです。見てくれてありがとうございました。またヌッキーの番でお会いしましょう。それではバイバーイ。